ャッチの、アップスタート腹ばいに、そう、投げた瞬間腹ばいにするいや、これ見たんだよ、はい、だいぶ悲惨です。Hi guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、2本撮りしております、前回のでっかいネット後ろにあります、まだ片付けてません、ネットと引き続いてね、もう1個、ネット系をご紹介したいなと思います。それがこちら、クレイジーキャッチの、アップスタート。一番ちっちゃい、一番ちっちゃいではないな、据え置きのタイプで一番小さいサイズの、クレイジーキャッチになってます。先日ですね、私が、今指導している福岡ゴールキーパースクールの、中山校長 と、これリバウンダーって言ってるんですけど、リバウンダーの、検証なのかな、検証動画みたいなのを作ったんですよ。で、その時にあまりにもできなくて、できないというのはその、まあ、自分の動きが遅いであったりとか、まあまあ、キーパーのね、普段の技術的な部分でももっとなんかこう上手くなって、こう選手たちに還元したいなと思ったので、あの動画を撮り終えた後ですね、この動画ですね、投げた瞬間に腹ばいになってやってみると、ノーバンで撮るとやってみましょう。腹ばいになった、腹ばいに、そう、投げた瞬間腹ばいにするってなってっていや、これ見たんだよ、この前は実際できてると思ったんだよな。胸ついてましたよ体全部つかないとダメですよ、腹ばい腹ばいつかないとダメですよ。はい、だいぶ悲惨ですよね。もうこの動画を撮り終えた後すぐに中山さん買います、クレイジーキャッチということで、速攻注文してもらって買いました、クレイジーキャッチ。これ私個人のやつです、スクールのやつじゃなくて私個人のやつです。で、まだ1回も開けてないんで、ちょっと今から開けていって使っていこうかなと思います。今開けたんですけど、ついてる付属品が多分これこの金具の、予備と、なんかクレイジーキャッチって書いてこれ外していいのかな、プレートと、あとストップウォッチもついてますね。わ、すげえ、ストップウォッチがついてる、お得感、お得感がすごいな。クレイジーキャッチで、ストップウォッチ、なんかクレイジーキャッチって書いてある、ストップウォッチと、あとなんかこれね、私新品を見たことないです。もうすでにスクール使ってる分だったから、何が付属でついてるのとか知らなくて、あとはなんか、お、結構外れます。ボール、クレイジーキャッチって書いてあるボールがついてます。で、もうね、使い方は知ってる、わー、使い方は知ってるんですよ。これをここにね、あれ黒いのがついてるから、これをここに、綺麗だな、これ新品だな、そうか、これをカチャッとして、これで完了ですね。で、ここの横のところにつまみがこうついてて、これ引っ張ってこう広げると、こう角度が変わるみたいな、1、2、3、4、何段階あるんだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10段階ぐらいあるのかな、はい、っていう感じで、ここ穴のところにカチャッとはめると、もう準備万端って感じですね、はい。なんかさっきの見えてます、あの奥に、あのネットを立てた後だけに、もうこっち超楽、もうだって開けばもう準備完了ですもん。確かに小さいよ、ちょっと待ってね、確かにね、的としては小さいです、小さいです。でも
楽、すごい楽。でかさ的には私166cm でしょと、まあ、腰までいかないぐらいですね、膝ちょっと上ぐらいの高さですね、の正方形の形になってます。ちょっと遊んでみようかな。これね、マジで跳ね返りすごいよ。うこれ、あうわ、危ない。これもうキーパー反射神経、うわー反射神経、うわー反射神経、うわー、まさかのここでも股を抜かれるっていうね。どんだけ緩いんだよ。はい、これキーパーのこう反射神経の練習とかでもいいですよね。近づいて、うわ、片手でキャッチ、あ、危ない危ない、うわ、危ない、口に当てないように気をつけてます。あ、危ない、はい。上投げすると結構、あー強いボール返ってきますね。はい、イーグル持ってきました。高森一押しのエレボス。いや、これ結構ね、あの例のレビューしてからずっと使ってるんで、まあ、使用頻度としてはそんなに高くないですけど、結構持ちいいですよ。しかもこのピンク、もう売り切れたらしい。わかんないけど、あるのかな、まだ。結構人気だったみたいで。でね、今度新しいの出るやん。知ってます？皆さん、エレボス新しいの出る。私絶対レビューやるんで、マジで見てくださいね。きっと、レビューやるし、ちょっとプレゼント企画もワンチャンね、やっちゃいたいな、みたいな。で、さらっていって。これ、何も、あの後洗ったりしてないんですよ。一回プレウォッシュして、使ってから、あんま洗ってなくてそんな使ってもないから、外で使うわけでもないし、あんまりこれ、体育館で使ってるんで。でも結構いいですよ、これ。これあったらだいぶ練習できる。いろんな練習できます。あの例の動画のリベンジ動画を後日撮りたいと思います。ちょっと練習します。多分今もまだできないから、いや練習しないからできないから、あの練習して見せれるってなった時に見せます。リベンジ動画出しますんで、とにかくね、このクレイジーキャッチめちゃくちゃいいです。あの1台で持っておくと、例えば、まあ、1人でキーパー練習するのもそうだし、あとはこうチームとかで練習するときも練習の幅がすごく広がるので、私だったらキーパーコーチの私からいくと、私の意見で言うと、あの結構段階踏んでやるときに使えます。例えば小学生とかだったら、最初は例えば横に倒れる練習をするときに、最初は動かないボールでやる。で、その次は投げたボールでやる。で、その次にすぐキックしたボールに行くんじゃなくて、一回このリバウンダーネットっていうのを挟むことで、まあ、ある程度の強さはあるけど強すぎず、で、大体思ったところに飛んでくるっていうところで、まあ、やりやすかったりとかするんで、で、それでできたらキック。のボールに対して実際にやってみるっていう風に段階を踏むと、割とスムーズにこう上手くなっていく傾向はあるのかなって使ってて思います。なんでまあぜひ使ってみたら、親子で練習する時でも使えますし、一人で練習する時も使えるし、もちろんチームで練習する時も使えます。で、今後あのせっかくね買ったんで、一人で、キーパー練習する時の練習法とかも上げていけたらなって思いますんで、ぜひチャンネル登録といいねの方お願いします。ちょっと私も頑張って、あの前回の動画に引き続き上手くなるために練習しますんで、一緒に頑張って上手くなりましょう。LINE のアットの方もね、登録してもらって、いろいろ聞いてもらえたらなって思いますんで、ぜひそちらの方も登録お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。See ya!